中村玄光です。太極拳の本当の学び方、これを解説します。本来の太極拳の学び方、これには実は歴史に基づいた順序というものがあります。本来この順序で行う方がいいのですが、その方法じゃないからなかなか難しく感じてしまったりします。ですので、今太極拳を始められて、これからさらに太極拳を楽しんでいくために、歴史的に本来の武術や太極拳の学び方にもう一度そこに戻って、本来どういう順序で学べばいいのか、本来の道筋をもう一度知っていただくことによって、これからの太極拳がさらに楽しく、そして面白くなってきます。今回はその太極拳や武術の本当の学び方、これを歴史に基づいて解説していきます。この動画は太極拳の楽しみ方をお届けいたします。皆様の太極拳ライフにぜひお役立てください。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、では太極拳の本当の学び方、これは歴史において明確なものがあります。本来武術というものは何から生まれたかと言いますと、これは他の動画でも紹介していますが、狩猟や農耕から始まってます。いわゆる生きていくために普段の生活の中で必要なものから始まり、生活の中で生まれたことです。そこにはやはり、これは武術の歴史を学べばよくわかるのですが、武術というものは道具を使うところから始まってます。農耕に使った鍬や鎌や棒ですね、そういうものから始まってるんです。そういう道具を使うために、どういうふうに立てば、どういうふうに体を使えばその道具がうまく使えるのか、そこから本来始まってるんです。ですから太極拳がなかなか覚えられないとか、そして太極拳のさまざまな要求がありますね。例えば緩みであったり、軸であったり、そして力の伝達であったり、これはなぜなかなか分かりにくいかと言いますと、自分の体だけではそれがなかなか分かりにくいんです。そもそも自分が生活している中で、自分の手のここの部分に力を伝えていこう、ここに力を伝えようなんて思うことありません。それは武術や太極拳をするときに初めて考えることです。普通の生活をしている上ではそれを考えることはないんです。ということは、やはり太極拳や武術の本当の学び方というのは、道具を使うことによってその理解が早いんです。そしてその道具を使う、いわゆるその道具に力を伝える、その道具の使い方を知ったことによって、結果的に自分の体をどう使うのか、いわゆる道具がなかったとしても自分の手足や体全身を道具として使う、それが本来の武術の路線なんです。ですから、どういう順序で武術を学ぶかと言いますと、やはり道具を使うところから始める。例えばこれは武術の世界である言葉で、武術の母といえば棍棒です。武術ではこの長い棍棒を練習することによって、武術そのものの理解が早くなる。だから棍棒は武術の母と言われています。ということは、太極拳の中ではなかなか長い武器を練習することはありませんので、太極拳の理解を早めて、太極拳の上達を早めていく、いわゆる太極拳で今まで言われていたなかなか分かりにくい要求ですね、股関節の緩み、軸、そして力の伝達、経力、こういうものはやはり太極剣をすることによって理解が早くなります。もう一つ言いますと、太極剣をすることによって、はっきり言ってこれは太極拳が上達します。なぜ太極拳が覚えにくいのか、これはやはり何をしている形かわからないんです。例えばパイホーリャンチ、これ何の動きなんでしょうか。この用法って分かりにくいです。しっかりと理解すれば分かります。腰の回転と腕の連動、それもしっかりと意味が分かります。例えば上の手はこのように手の甲側で相手を打つとか、そして遮るとかよく分かります。必ず理由があります。そして後ろ足に重心がある理由、それもしっかりと武術や太極拳を理解することによってよく分かります。がしかし、初めて太極拳という何も道具を使わないでやるという武術についてはすごく難しいところからスタートしてるんです。簡略化した感化二十式太極拳というのはすごく簡略化されていると言われてますが、これはスタートラインがもうすでに難しいんです。これは例えて言うならば、日本での武道で、例えば剣道や居合という日本刀という道具を使うもの、この道具を使うという武術から考えたとしたならば、その道具を使わないで形を覚えてみましょう。道具を使わないで、その道具のどこを使うのかということをイメージしながら練習する、覚えていくってすごく難しいです。なぜなら明確じゃないです。どんな握りの感じなのか、どんな重さなのか、どんな重心なのか、この重心を自分で感じた時にどういうふうに立っている方がそれが安定するのか全く分かりません。直立の状態で刀を振ればやはり不安定なはずです。しっかり足を踏ん張る方が安定します。これは道具を使うことによって足の重要性、いわゆる歩型という足の重要性が分かります。これが何も持たない状態って分かりにくいですね。
体が振られませんし、安定も何も、自分の体は普通に立っていれば安定してますから。ですからまず覚えにくい原因、そして理解しにくい原因というのは全て道具がないからなんです。本来道具を使い、その道具がない状態で練習する形というものが武術の何も持たない形なんですね。最初から何も持たないことが基本と考えているところが最初難しい原因なんです。本来最初からその道具を持って何か形を覚えて、そしてその練習を何も持たないで練習をする、これが本来の順序です。ですから私が何か武術の道具を使うもの、いわゆる武器をお伝えするときには、やはりある程度武器を動かすことができるようになったら、武器を置いて武器を持っているようなイメージでトレーニングをしてくださいと言います。それはやはり難しいんです。ということは太極拳は最初からすごく難しいことやってるんですね。この腕のこの部分に力を伝達するとか、ここを膨らませるようなイメージとか、すごく難しいんです。ですから武術や太極拳を学ぶ本当の順序というのは、本来は道具から始まることです。太極拳をこれから楽しんでいくため、そして太極拳をもっと理解していきたいなというふうに思うのであれば、必ず太極剣をやってください。がしかしここで一つ問題があります。太極剣を行っているほとんど多くの人々は、太極剣でさえもその目的を忘れてしまっている太極剣の方が非常に多いことが残念です。これは日本の武道家の方、いわゆる居合道や剣道をされている方々が、日本の太極剣をされている方を見て何も響かないと言われてしまいます。これはなぜかというと、その剣にしっかりと力が伝達できていないとか、その剣でもって自分の身を守る、その剣でもって相手に攻め入っていく、その用法やそしてその緊張感が見られない、そういうことが原因で太極剣というものに対して少し残念な評価となってしまっている現状があります。ですからやはり太極剣をするのであれば、剣に対して今一度剣という道具を持った時の緊張感、そして剣にある刃に対する意識、これをしっかりと意識することによって、武術そのもの、いわゆる太極拳そのものの理解となっていくということにもう一度立ち戻らなければならない、こういう現状があります。例えばここに剣があります。剣にはやはり刃があります。このようにですね。でもしこれが本当に切れる刃なのであれば、すごく緊張感があります。特に剣は日本刀と違って両刃です。いわゆる峰打ちがない、両方とも切れます。これは武器として本当に諸刃の剣というように非常に危険な武器です。例えば避けたとしてもこちらも刃ですから、もしその力が強ければ自分は切れてしまいます。ということはこの剣というのは非常に難しい、角度や身のこなしが非常に難しいというのがこの剣です。これは他の動画でもお伝えしていますが、剣は基本的にチャンバラのように武器対武器がぶつかって、そして避けたりする武器はありません。どちらかというと受け流す、まっすぐ来たものに対して遮るのではなく、太極拳のように受け流します。そのまま自分のように受け流して正中から外し、いわゆる自分が切れないように受け流して、そして反撃に入っていく、これが剣の魅力です。こういう部分に対してしっかりと理解していない人が剣をお伝えしてしまうと、これはやはり太極拳のように形だけになってしまいます。常にこの正面正中線に対して自分の体があります。この三角形の頂点が正中線なのですが、その正中線が普通に立っているとここなのですが、武器を持つことによってこの正中がだいぶ前に出ます。前に正中が来るということは、ここで自分の身を守るための角度が出ます。いわゆる正中がここだとしたならば、この正中がもっと前に出ます。この正中がもっと前に出るここの部分で武器で持って受け流します。このように三角形を作っていくんですね。この三角形を作ります。そうすると自分の体を守れます。この角度をしっかりと理解をして、そしてその角度とそのエリアですね、これを意識していきながらさまざまな動きをします。このようにリャオジェンでも三角形の頂点があって自分の身を守ってるんですね。このように剣というものを理解することによって、すごく武術が楽しく面白く理解できやすいです。そうするとこの武器を置いた太極拳をした時にも、やはりこの太極拳に対する意識が大きく変わります。ですからこの道具を使う武術がもともとの発祥であるということ、そしてその道具を使うことによって伝達が分かり、そして正中が分かり、そして緩みが分かります。ですからこれが本当の太極拳の学び方なのです。これから太極剣をやりたいなと思う方、そしてもし今感化二巡式太極拳といって何も持たない太極拳がなかなか分かりにくいなという方は、まず簡単に太極拳をさらっと覚えてしまい、その次の太極剣を練習することによって、今なかなか分かりにくいなと思っている何も持たない太極拳の理解が得られると思ってください。必ず太極拳がさらに楽しく、そして理解できるかと思います。
これから32式太極剣の詳しい解説の動画の方も公開していきますので、ぜひそちらもご参照ください。太極拳の本当の学び方、お分かりいただけましたでしょうか。ぜひ太極剣をやってみて、そしてさらに太極拳の魅力や楽しさを理解してください。ご視聴いただきありがとうございました。